はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。はい、今回はチューハイです。冬限定ゆずチューハイ。なんかチューハイの紹介ですって言ってチューハイっていうのもなんかあれだよね。まあでも焼酎のチューにねえ、漢字の中に、はいだから、まああれなんだけど。これはですね、地元の、スーパーの、魚六というスーパーがあるんですが、そこの、CGC の、CGC という、あれですね。ここに、CGC って書いてありますけど、これのチューハイっていう感じですね。販売者が、株式会社、シジシージャパン。シジシージャパン。これ、注意なんですけど、CGC ではなく、シジシージャパンっていうのが、カタカナでシジシージャパンっていう、らしいです。で、これね、実は、製造者が、宝酒造株式会社なんで、ただ販売者が違うっていうだけですね。おーっと思ってね、お、これ宝酒造じゃんと思って、あ、じゃあ、うまいだろうと思って買いました。アルコール度数7%。原材料がゆず果汁とレモン果汁と、醸造用アルコールと糖類と、酸味料と香料です。甘味料は使われてないので、買いました。果汁が0.6%。アルコール度数7%。冬限定となっております。まあ、販売者が違うだけだからね。製造者は宝酒造ってことはもううまいでしょ。もう普通に宝のチューハイとして俺は、ね、買いました。お、宝のチューハイのゆず味売ってんじゃんみたいな感じで、捉えて買ったんですけど、どうでしょう。乾杯。美味しい。あ、やっぱ普通にうめえな。普通にね、うまい。あんまり甘くない。大体。甘味料が入ってないだけでも、ここまで甘くないかと、感じるよね。甘味料って確か砂糖のね、100倍ぐらい甘いんですけど、確か、カロリーが10分の1なんですよ。カロリーが10分の1なのに、100倍ぐらい甘いっていうやつなんで、確か、そんな感じだったんです。CGC と。株式会社、CGC ジャパン。まあ、いろいろあるみたいですが、サントリーのグランドゴールドっていう前飲んだ、ビール。もうこれも CGC の CGC グループですね。これはまあいいわ。まあ、いわゆるプライベートブランドっていうことですかね。セブンイレブンのプライベートブランドのセブン&アイとか、そういうのと同じような、まあ、ものでしょう。結構ね、この魚六っていうね、あれは、
なんだ。スーパーね。まあ、よく行くんですが、この CGC シリーズが、かなり置いてあって、うん。まあ、簡単に言うと安い。っていうぐらいか。結局あれなんだよね。有名ブランドじゃないから安いんだよ。うん、それだけ。チューハイとか焼酎とかもあるんですよ。この CGC ジャパン。結局プライベートブランドなんで、安い、大体。セブンイレブンもそうだけど、セブンアイシリーズってあれ安いでしょ。で、あれ実際のところ、セブンイレブンが販売してるだけで、あれ中身が、普通に、宝酒造とかの酒とかも腐るほどあるんで、うん。あれですよね。そこら辺が、まあ、そういうことですね。まあ別に俺は知ったことじゃないんで、普通にうん。こういうのでも普通に買って飲みますけど。十分うまいです。うん。そこいらのね、サントリーとかのね、ストロングゼロドライとかね、みたいに甘味料とか使われてないんで、全然うまい。普通にうまい。アメーバブログに、あり。アメーバブログにも載ってますが、98円、CGC チューハイは安くてうまい、という。ね、レモン味のチューハイ、これのチューハイのレモンを飲みながら飲んでる人がいますが、プライベート缶チューハイの中で一番うまい。炭酸は弱く、飲むと果汁の旨味、アルコールの香りと続く。しつこい甘さはない。そう、これなんだよね。問題は甘味料が使われてないとどう違うかっていうと、しつこくないんですよ、甘さが。すぐ消えるんだよね。ただ、甘味料が使われてるとずーっと残る。下にずーっと残る。アルコールも高く、メーカーとの仕切り念も、を考えてもコスパも高い。宝酒造が作っていると。うん。ぶっちゃけた話、俺には何のことかさっぱりわからないけど、CGC ジャパンとかのそのプライベートブランドっていうのは、なぜ安いかっていうのは全く俺わからないんですけども、簡単な話、製造者がどこかっていう問題なんですよ、この場合。製造者が宝酒造の製造なんで、もう安心して飲めるということですね。で、普通にアルコール度数 7% っていうのもグッと。高めのもグッと。だし、ね、甘味料が使われてないっていうのもグッとなんで、ね。非常に美味しい。うん、普通に、問題なく、飲めて、なおかつ安くて、なおかつ度数も高くて、いいことずくめの、チューハイです。まあ別にあれなんだけど、そこまで あれしても意味ねえんだけど、押しても意味ねえんだけど。ね。
まあ結局のところ、タカラとかってブランドとかサントリーとかブランド、あれっていうのは、まあ、逆に有名すぎると、宣伝料とかで、ね、かかってきちゃって、結果として高値になってしまうわけですけども、うん、ね、そこだよね。だから朝日のスーパードライとか、めちゃくちゃ CM やってると思いますけども、あれは結局宣伝料、CM 料がかかってる分、結果としてスーパードライはかなり高値で販売しなければいけないという、まあ、悪い点があるわけですね。うん。だから、まあ、あれですよね。うん、まあだからあれですよねって言われても俺もわかんないんだけど、まあこんなのなんて CGC とか知らないでしょ。大体こんなもん絶対あの CM でやってないですし、まあ大体俺テレビ見ないんでわかんないですけど、多分新潟でもほぼやってないでしょ。やってたとしてもまあそんなにね、あれだよね。まあだから、サントリーじゃなくちゃうまくないとか、ね、例えばね、朝日じゃないとうまくないとかっていうのは、ちょっとある程度間違ってるっていう。だからこれの場合だと、にわかだと、何この CGC ジャパンみたいな。知らないブランドなんだけど、うわ、まずいとか言うんじゃなくて、ね、よく見ろと。製造者の欄を見ろと。こんな販売者なんてクソくらいなのよ。俺だってこんな CGC ジャパンなんて知ったことじゃないんだよ。しかもこれ東京都じゃねえかよ。東京都新宿区のあれだね、会社だよ、これ。なんでお前新潟に出してんだよ、この。まあ、結局のところ、製造者のが問題なんですよ。宝酒造ね、株式会社が製造者って書いてあるんだから、ということはぶっちゃけた話、これはただの宝酎ハイなんです。うん。というよりは、宝酎ハイの、が作った、CGC のチューハイ。というか、難しいけども、結局のところ、この CGC ジャパンというのは、チューハイの作り方に、が、結局あんまりね、不慣れなわけで、だから、あ、ちょっと有名なメーカーさんに、ちょっとこういう味で、こういう風な配合で作ってくださいとかって頼んでるわけですよね。だから、CGC ジャパンのオリジナルブランドなんだけども、てか、オリジナルチューハイなんだけども、まあ、オリジナルの配合表、結局 CGC ジャパンの指示した配合で作ってくれって、こういう作り方で作ってくださいって頼んで作ってるわけだから、結果としては、まあ、これは宝酒造の、ブランドにはならないけども、あくまでも作ったのは宝酒造なわけで、CGC ジャパンというのはただ単にこういうメーカーの、CGC ジャパンっていう、こういうね、チューハイっていうのを作って販売している、まあ、いわゆる、まあ、アイドルとかで言うと、アイドルですよね。で、宝酒造に関して言うならば、アイドルのプロデューサーみたいなもんですよ。結局、裏の
裏の立役者みたいな。ね。だってアイドルって、アイドルだけじゃ成り立たないんでしょ。ね。あくまでもプロデューサーがいろいろと手回ししたりしないと、アイドルっていうのは売れないわけですからね。だから本来であれば、このプロデューサーである宝酒造の引き立て役があってこその CGC ジャパンというアイドルになってるわけです。お、うまい。うまくまとめた。つまりですね、ぶっちゃけた話、はい、先ほど飲みました。この、アサヒスーパードライ、エクストラシャープ。こちらはですね、言うまでもなく、製造者と販売者及びすべてに、まあ、うん、これどこに書いてあるんだ、これ。製造者と、販売者が、ね、製造者が、アサヒビール、で、販売者とかって書いてないんですよね。うん。販売者がよく考えたら書いてないな、これ。結局のところ、販売者と製造者が、まあこれ一緒だから多分書いてないと思うんだけど、うん。一緒なんです。一緒のところっていうのは、まあ、いわゆる高いと。値段が。それはなぜか。では、俺も知りません。俺も知らないけども、まあ、ぶっちゃけた話で言うと、そういうことです。高いか安いか。で、味の決め手になるのは全てにおいて、製造者であると。こんなさ、この CGC ジャパンの味っていうのではない。結局のところ、製造者が作ったこの、製造者の宝酒造のね、この味ですよ。まさに。うまい。つまり、最終的に俺が何が言いたいかっていうと、この動画で、こんな、ようわからん、ね、名前の、何これ、CGC ジャパン。酒好きな新潟人の飲酒動画で CGC ジャパン。なんだこれっていう。うわ、うまくなさそう。うまくなさそうだ、これ。みたいな。そういうイメージを持ってもらいたくないわけです。ぶっちゃけ。あくまでも、メーカーっていうのは、ね、製造者と販売者。主に見られるのは販売者の方ってこと。製造者っていうのはあまり見られない。ので、外側と内側、みたいなもんですよ。この酎ハイで言うと、缶、このアルミの部分が販売者。で、中身が製造者みたいなもんです。だからあまりバカにしない方がいいですね。あくまでも味は宝酒造の味。うん、美味しい。だからまあ、ようわからんメーカーのね、二流メーカーみたいなもんでも、実際のとこ飲んでみたらわかんないよっていうことです。これはね、普通に柚子の味も非常にしますし、うん。甘くない、あんまり甘くないし、7% で酔えるし、
通に目をつぶって飲めば、ね、宝酒造の焼酎ハイボールの柚子味、と言えなくもない。まあ実際のところ配合が違うんだけどね。当然一緒の商品じゃない。これはこれの固有の商品ですから。あくまでも配合表とか、どういう分量で混ぜ合わせたかとかって、その材料とかもそれ、当然違うとは思いますけど。まあそこが逆に面白いっていうのもありますね。宝酒造のマニアの人は、こういうのにも、こう、気を配って、あ、これはちょっとこう、あ、こういう味なんだな、とか。ね、当然、この、栄養成分表示も違ってくるわけですよ。カロリーとか、ね。脂質、糖質、食物繊維、ナトリウムとか。ここら辺の表示も絶対変わってくるはず。これは当然のごとく、この固有の商品なんです。いわゆるオリジナル商品なんです。CGC ジャパンのオリジナル商品。まあ。だから、宝酒造の方には載ってないんですよ。宝酒造のメーカーの、ホームページには、こんなの、このチューハイ販売してますよ、なんて載ってないんです。それなぜかっていうと、あくまでも上面は CGC ジャパンのものだから。この商品っていうのは CGC ジャパンっていう、名前で販売されてる商品だから。っていうことです。だから結構ね、探すとね、いろいろあるんですよ。うん。あ、これ宝酒造じゃんとか。あ、これ宝酒造製造だったんだとか。あ、道理でうまいわけだとか。ね。そういったものが結構あると思う。本当に。え、こんなの、宝酒造のホームページに載ってなかったじゃんとか。こんな商品もあったんだとか。ね。結構あると思うんです。普通に。はい、長くなりましたが。3344です。ご視聴ありがとうございました。